ハロー YouTube。 どうも。今3日くらい寝る間も惜しんでやった引っ越しが終わった新居のヒカキンです。はい、今ねこれ撮ってるの、本当に今こう引っ越し作業がねもう丸1日かかって終わった疲労困憊な中撮ってるんですが、やっとね荷物の配置とかあの段ボールとか開けて全部設置もね大体できたので、タイトルにもある通り僕が愛してやまない丸尾と木工、初めてこのね、ヒカキン2019年新居に開放したいと思います。今玄関までもう連れてきてあります。あー楽しみだね。多分最初は落ち着かないと思うんですけどね。さあ丸尾、丸尾、木工さっきまで泣いてたんだけど、丸尾で、こっち閉めて丸尾ぶつけてる。早く出たいよね丸尾で、もふこです。はいさあどんな反応するのか、新居だよ。じゃあまず丸尾からいきますか。それではいきます。新居に丸尾開放、ゴー丸尾、ゴーゴー丸尾。おおいたー、はい、早い。おトイレ、トイレ、あ水を飲み、お、どうですか丸尾さん、新居だよ。あら、うわ落ち着く。おお、広いよ、広いよ丸尾くん、うぅー丸尾くん、うぅー。ただねまだちょっと落ち着かないかもしれないけど、おお、ちょっとちょっと限界、モッコも解放してほしいの。よし、じゃあモッコも解放しよう。あー、まだいった。じゃあモッコも解放します。もっちゃん新居にモッコ解放、もっちゃん、もっちゃん解放、ピョーン。お、もっちゃんが、あ、もっちゃんの方がちょっとびっくりしてるかも。あら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 、まろ、あ、まろ、おい、もっちゃん、おい、どこだよここってなってる。はい、おお、もっちゃん、あ、やっぱり広々してるからね、走り回ってるわ。もっちゃん、まろもっちゃん、まるお、ああ、じゃあ閉めよう。あ、もっちゃんよーし、来たオッケー、よし、すごい。まずはあれだね、この部屋の空間をなんか把握しようとしてずっとくるくる回ってる。おおおお、そうだよ、こっちもあるんだよ。こっちはね、ダイニングだよ、もっちゃんそう、ただね、あのソファーとかね、あの匂いついてるものはあるんで、多分すぐ落ち着いてくれるはずです。お、どうですか、どうですか、もっちゃん、新居はちょっとまだびっくりしてんな。丸尾さん、もう早速テレビの後ろとかに、あ、どっか行った。丸尾、丸尾、丸尾、ほら、お、丸尾がキッチンに行っちゃったよ。どうぞキッチンへ。お、止まった。あ、それ早速キッチンかよ丸尾さん。広いよキッチンもね、キッチンだよ丸尾さん跳躍力すごいな。ただね今回ね IH じゃないからちょっとね怖いんだよね。まあそう、あの火とか出ないんですけどここ乗っちゃうのってどうすりゃいいんすかね、猫ってね。もう前の家もさ、絶対ここ乗っちゃってさ、ね、マロ。マロ。ここダメよ。そう、これちゃんとね、ここ入らないように、この網買ったんですよ。ね、マロくん。流れる水飲むの好きなんだよね、でもね。キッチンでさ、マロ寝てるんだよ、いつも。そうするとさ、食器とかに毛がついちゃうんだよね。マロ、すごい匂い嗅いでるね。もっちゃんはね、乗れないんだよね、ここね。乗る？もっちゃん。もっちゃん乗せてあげるわ。はい、ここキッチンだよ、もっちゃん。本来キッチンに乗せない方がいいですよ。まあまあ、まずはね家を知ってもらわないと。で、もっちゃんね、あー、やっぱり空間を把握しています2匹とも。
もっちゃん。へへ。大丈夫だよ、大丈夫だよ。すぐ慣れるよ。あ、あ、私来てよ。ま、あそこはね、そこはオーブンとかなんだよ。レンジ、レンジ。ここダメ、ここダメ。あ、あ、あマロさん、あ、マロさん、もう慣れたの？なの？な。あら、マロさんもうリラックスしてるね。よかった。ちょっとやっぱ匂いとかまだ慣れないの？俺が来るとどっか行っちゃうの。嫌われてる？そんなことない。そんなことない。ブーンブーン。それでは2匹もね、だいぶ慣れてきた感じがしてるので、いよいよこれ行きますか。チャオチュール、チュールチュール、チャオチュール、デビューでございます。そう、今までね、あげたことないんですよ。今回ね、引っ越し祝いということで初めてご褒美でね、あとはちょっとストレスとかね感じるかもしれないんで、このチュールでごまかしたいと思います。まあいつもはね、本当にドライフードしかあげてないんで、たまにはね、いいでしょうね。それでは行きたいと思います。チュールをチュル。あ、いい香りだ。食べちゃいたくなるわ、これ。初チュールいきます。チュールで、おお、すごい食いつきがすごい。ほらほらほら、チュール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 。おお、これがチュール。おめでたい日にね、あげようかしら。うわ、丸尾の食いつきがやばい。もっちゃん、もっちゃんが舐めるタイミングがない。ちょっと別のでやろうか。もう、かじってる、かじってる。なんかさ、こういう駄菓子屋でこういうゼリーかじるじゃん。ああいう感じで食ってってるわ。やべえな。うわ、食ってってる。マジで。うわぁ、野獣になっちゃってるよ。そんなかじって。また悪さするんか。すごいボロボロになるぐらいかじってんだけど、ちょっと待って、大丈夫か。おい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 、ちょっと待って、噛みすぎてボロくなってきてる。ちょっと待って、やばいやばい、やばいわこれ。ああ、ああ、取りつかれたかのように。もっちゃんは、もっちゃんはちょっとね、食べやすくお皿に出しますわ。よいしょ。ああ、チュールってこんな感じなんだね。ほら、なんかとろけてますね。いや、丸尾がね、すごいんで、もっちゃんにもあげたいんだけど、丸尾が食べちゃうんで。もっちゃん、ほら、チュールだよ。もっちゃん、ほら、チュールだよ。もっちゃん、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 ほら、もっちゃん、だ。丸尾が横取りしてくんだ。もっちゃん、チュールだよ。丸尾が横取り。また悪さするんか。チュールデビュー。あー、いい食べっぷりだ。めでたいめでたい、引っ越し祝い。あー、すごい。結構ね、味にうるさいもっちゃんなんですけどね、これは相当好きだね。あ、すごい、一瞬で食べちゃった。もっちゃん、ほら、おかわりおかわり。ほら、チュールチュール。あ、もう終わっちゃった。チュール終わっちゃったよ。あ、よかったね。おいしい、おいしいでしょ。おいしい、おいしい。ブーンブーン。はい、それではリビングにもね、だいぶ慣れて、チュールで乾杯も終わったんで、他の部屋連れて行きたいと思います。マロ、行くよ。ゴーゴー。わー、行くね。マロ、ゴー。マロ、おー、いったー。マロ、いったー。もっちゃん、ほら、ゴー。もっちゃん、ゴー。もっちゃん、ゴー。いった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 。もっちゃんは？もっちゃんは？おー、お風呂、お風呂行ったね。お、二人ともお風呂行ったね。あ、マロ、そこお風呂。あー、戻ってた。バラバラ、バラバラ、もうバラバラ。もっちゃん、もうリビング帰ってっちゃったよ。マロ、そこはね、洗濯機。マロ、そこ
そこ前の洗濯機だよ。あ、もっちゃんも来た。マロ、お風呂だよ、お風呂、ほら。マロ、お風呂、お風呂、ほら。初めて水出すわ。ん？これは？こう。あ、すごい楽しい。おお、そこトイレ、トイレ、トイレ。マロ、そこトイレだよ。トイレは危ないよ。はい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 。いいね、これで覚えていくんです、新しい家を。匂い嗅いで。なんかね、すっげー早いよ、今までの家より。もうおかしい動きがね、マロすぐどっか行っちゃう。ほら、お風呂だよ、お風呂、ほらほらほら、お風呂、お風呂。ここにいる、ここにいる。あ、足濡れるよ、足。マロ、まだね、毛が一本も落ちてない中でマロの毛が風呂に飛び散ってます。ん？お、お風呂、お風呂入るの、マロくん。新しい浴槽だよ、ほら。もっちゃんどこ行ったんだ、そして。お、あら。落ち着かないな、本当に。楽しいね。ずーっと同じ動きしてるじゃん。マイロ、ほら、マイロ。お、ついに来る。浴槽にはビビって入んないんだよね。マイロ、ほら入ろ、浴槽、お風呂入ろ、ほら一緒に入ろう。マロ、ほら、ここ、洗面。はい。こういうのね、やっちゃうとね、癖になっちゃうからね、あんまやっちゃダメね。ね。ここトイレじゃないからね。あ、もっちゃんは登れないんですよ。もっちゃんはちょっと高いとこね、登れないんだよね。マロさん、ここはね、アスレチックじゃないの。マロさん。はい。はい、降りて。また悪さするか。今日は許すわ。ブーンブーン。さあ、寝室だよ。もっちゃん、キングサイズのベッドデビュー。多分ね、ちょっとベッド高いから乗れないんだよね。ほら、もっちゃん、よいしょ、ベッドだよ、一緒に寝よう。ほら。もっちゃん、もっちゃん、ほら。高いでしょ、ベッド。初めてこのベッド乗るね。ちょっとびっくり？高い？ほら、もっちゃん、もみもみタイムやっちゃうの？もみもみタイム、なんかさ、ゴロ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 。あら、あ。マロさん、お、マロさん、お、来た。マロ軽々登るもんな。うわ、サイドテーブル乗って、ほら、おいで。マロ、ほら、おいで。すごいキョロキョロしてる。リビング行こう。マロ、マフト、ほら。さあ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 、はいはいはい。ほら、こっちでリビング、ほらほら。はい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 。よーし。もうさ、2匹ともなんかもう、逆の方向行くからさ。はい、よし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 、いいこといいこと。あ、またこっちだ。バラバラ、ブーンブーン。はい、というわけで楽しかった。もうね、普段だったら最近すごい僕に寄ってくるんですけど、さすがに新居のね、ワクワク感とか、新しいとこに来たっていうね、なんか冒険したい気持ちにはね、飼い主も勝てなかったね。まあでもこう、なんか環境がね、一気に変わると猫って結構こうストレス感じるとかね、言うんですけど、この子たちは結構強そうだね。よかったよかった。ほら、慣れてきた。いるね。うん、和んでる。よかった。もう慣れてきたのかな。いた。
いるね。おーおーおおお。あ、あ、あ。ここにもいるね。あ、大丈夫そうだね。君たち強いね。あ。おやおや。おや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 。もっちゃん。あ、前のね、家でいたとことやっぱ同じとこにいる。やっぱり匂いのついてるとことかって大事なんだね。よかった。もっちゃんいつもそこにいるもんね。ね、そこ毛だらけなんだよいつも。ね、どれだけコロコロしてると思ってんのそこ。もっちゃん。前の家ともう変わらないね。マロさん。ゴロンゴロン。マロさん。はい、というわけで今後もねこの新居から丸尾とモフコの、楽しい動画またお楽しみに。今後も悪さしそうだね。この動画もしよければ評価グッドボタンぜひお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録もぜひ。そして、Twitter、Instagram にも丸尾とモフコの写真載せてますのでぜひフォローお待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム。いきますよ。最初はブン、じゃんけんポン。バイ。だらけ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 。